1年は365日、もしくは366日あります。何気なく過ごしている毎日の中には、いろいろな記念日が制定されています。今日は何の日と題して、簡単ではありますが記念日などをご紹介していきたいと思います。今日は何の日？7月18日ネルソン・マンデラデー。ネルソン・マンデラ氏の誕生日を祝して国連が7月18日に記念日を制定した国際デーの一つ。反アパルトヘイト運動への主導を理由に27年間もの投獄生活を強いられるも、アパルトヘイトの撤廃に尽力。その後マンデラ氏は大統領に就任し、民族和解、協調政策、復興開発計画などを実行、南アフリカを人道的手腕により導いたことからノーベル平和賞を受賞しています。例年7月18日にはネルソン・マンデラ氏がアパルトヘイト政策と戦った期間でもある67年を意識し、誰かの幸せのために67分の時間を費やすことが提唱されています。ちなみにネルソン・マンデラ氏はアフリカ国内にて損傷にあたるマディバ・タタの愛称で呼ばれています。防犯の日。1962年7月に日本初となる民間警備保障会社セコム株式会社が設立されたことにちなんで、同社が記念日に制定しています。創業日は1962年7月7日でしたが、18の1の部分を棒に見立て、防犯の語呂合わせから7月18日に同記念日が設けられています。高化学スモッグの日。1970年7月18日、東京杉並区で日本で初めて高化学スモッグの発生が確認されたことを受けて制定された記念日。東京都杉並区の高等学校では体育の授業中、生徒たちが突然目の痛みや頭痛などを訴え、43人が病院へ搬送されました。症状を調査した東京都公害研究所は、これが高化学スモッグによるものと推定し、日本初の高化学スモッグ発生事案として認定しました。高化学スモッグは空気中の窒素が太陽の紫外線で高化学反応を起こす現象で、気温が高く風が微風で日差しが強く大気がよどみ視界が悪いなどの条件が揃った時に発生しやすく、人体への苦痛を伴うことから記念日を通して注意喚起を促す日とされています。この他にもまだまだたくさんの記念日があります。あなたの気になる記念日はありましたか？明日も気になる記念日をご紹介していきますので、お楽しみに。明日は何の日？今日お誕生日の方、ハッピーバースデー。